50代前半の女性ですね。新型インフルエンザ等対策政府行動計画案っていうのがですね、政府のパブリックコメントで出されているということなんですが、これがね、通過して決まってしまうのではないかと。で、そのね、行動計画っていうのは一体誰が立てているのか、YouTube と政府の都合の悪い情報はバンされてしまうのでしょうかっていうね、そんな懸念のご意見をいただいてますが、先生これはいかがでしょうか。今度の問題はですね、勝負は2022年にもうすでに終わっているようなものなんですね。つまり学問っていうのはですね、冷静な議論、透明性のある冷静な議論というのを中心にしないとうまくいかないんです。まあ、多くの人が心配しているように、ウイルスでもウイルスの抑制でもですね、大変に学問的レベルが高いんですよ、実は。その、非常に簡単なものを扱っているわけじゃないんですね。ところがあまりにも事態が衝撃的だったので、各国政府も含めましてね、まあ言ってみれば動きが取れなくなってしまって、まあ今度のような事態になったわけですね。で、それについていろいろな批判もあるし、まあ、僕もやや批判的なんですけど、僕はあまり批判の矢面に立ってないのはどうしてかというとですね、学者としては立てないような状態なんです。学者が例えば反対するとかなんかするためにはですね、感覚じゃ学者は立てない。それになれないわけですね。一般の人だったら、私はこういうの反対だ、私はこういうの賛成だっていうふうに言えるんですけども、学者の場合はですね、根拠を聞かれて、それに対して自分の立っている、スタンドポイントというか意見のもとをちゃんと合理的に説明できなきゃいけないわけです。ところが、この3年間を経過しまして、まだですね、なぜこうだったのか、なぜこうだったのかっていう事実の整理すら行われておりません。まあ、したがって、事実の整理が行われた後、それの原因の追及があって、研究があって、そして、まあ、インフルエンザ等を何とかかんとかっていう法律をどう改正するかとかですね、次に来た時に防御方法をどういうふうにするかっていうのは決まるわけですね。したがって今はそれがないので、どういうことになるかって言いますと、非常に皆さんご不満に思うと思うんですけども、学問っていうのはこうしたもんで仕方がないんですね。その、仕方がないことを要求してもダメなんで、現在はもう全然わかんないうちに決めていくしかない。だから政治的にも、いやまあきちっと見ると何これ言ってるのっていう感じの規則ができたり、まあするわけですね。まあそれがあの学問と政治、科学、まあ学問というか科学と政治の関係なんです。ですから、まあ現在は個人としての考えは言えるし、恐れとか希望とかいうのが述べられますが、科学的にこれがいいということは言えません。意見の対立はあります。もちろん両方ともいろんな学問的背景もあって言っておりますけれども、それを私がつぶさに見てみると、両方とも確信を持って学問的に我々学者が一般の人に言うだけには至っておりません。だからまあもちろん反対されて賛成されてその全然構わないんですけども、もし一番いい方法としたら、早く事実がどうであったかということを我々の税金でも使って研究してくれというのが、まあ僕なんかは一番の願いですね。まあ、もうすでに終わってると。この世の中は終わってるみたいな感じです。まあ、これ、一例で言うとですね、その、まあ、2020年ですよね。コロナが起きてですね、行動制限なしならですね、42万人死ぬというふうに言った北海道大学の、これ、西浦教授ですよね。いや、あれは嘘ですから。ねえ。これが、根拠の、いやいや、一般の人が言ったって構わないんですよ。うん。だけども、学者が言う限りはですね、うん、根拠のあることに基づいて言わなきゃいけないんですよ。はい。これは論文を我々読んだときに、42万人ない、42万人という根拠がちゃんと示されてなきゃいけないわけですね。はい。それをまず、マスコミが取り上げたっていうのも間違いだし、うん。小崎さんに文句言いませんけども、小崎さんがここで取り上げるっていうのも問題なんですよ。いや、僕が言いたいのは、はい、うん。僕が言いたいのは、そのね、根拠のない嘘をついた人が、京都大学の教授になってるわけですよ。で、その、
要は、そういうふうに、その都合、政府の都合のいいようなものを発表する人たちが、どんどんその昇進してって、で、その事実のに基づいた人たちが、どんどん淘汰されてるっていうのが、その先生がね、言われているポイントではないかなって思ったんですけど、そこは違いますか？違います。うん。学問っていうのはですね、うん、その、社会の問題とかそういうのも指摘するとこじゃないんですよ。うん。学問はあくまでも、学問として明らかにするのが第一で、それに付随する問題が持っていっちゃいけないんですね。例えば今で言えば、政治で言えば、自民党の裏金とか、野党のだらしなさっていうのをいくら言ってもしょうがなくて、これはもう、みんなネットなんか見るとそればっかり言ってますけども、問題は自民党がどういう政策を持っているのか、それは日本のためになるのか、野党立憲民主党は対中国政策でどういう政策を持っているのか、国防でどういう政策を持っているのか、っていうことを先に議論しなきゃならないんですよ。これが、いわゆる、要するに、一般の人が、まあ、言ってみれば、街中で議論することとですね、それから学問的根拠を持って議論することの差なんですね。で、特に、今の話題ですね、そう、ああいったその科学に関する話題を、人の問題として議論してしまうとですね、非常に問題が難しいんで、結局皆さんが言ってるのは根拠のない感情論になってしまうんです。で、感情論になってしまうのは結局僕の考えではやはり、病気した人に非常にかわいそうなことになるので、そこはぐっとこらえて何が本質であるか、その本質をちゃんとやってくださいというその流れを社会で作っていくってことだって大切で、絶対にあの人がこうとかこの人がこうとかいうようなことに問題がなってしまうと、もうそれは解決しない問題になってしまいますんでね。大変に多くの被害者を出すということになると思います。その本質部分で、例えばインフルエンザのこの対策等のその検討というのは、政府がパブリックコメントに出したりとかするわけですけど、そのじゃあ、一国民としてそのじゃあ意見を出す、っていうのはいいわけなんですが、その学者で、としてですね、その、まあ、科学的根拠を出してやるっていうところと、まあ、先生がその、まあ、2020年にもう終わったっていうふうに言ってたそこのポイントですよね。そこは、要はもう学者として意見、根拠を持って言う人たちがいなくなったっていう、ことなんですか？結局政府は、うん、なんか例えば厚生労働省はステートメント出しますよ。はい。それは科学じゃないんですよ。うん。事実っていうのは学会とか研究者から出てきて、それが研究者同士もしくは学会同士で、認められて初めてそれが確たるものになるんですね。その確たるものにならない前に社会が騒ぐと、ほとんどの場合、被害を受けるのは社会なんです。それはどうしてかだったら、学問的なものなのに、一番いい例が最近ずいぶん話題に出てますけども、水俣病の問題です。水俣病の問題を私が見ますとね、今度と同じですけどね、結局、患者が出ないようにしたいのか、その出た患者に金が渡ればいいのか、それともなんか責任者を作ってそれをとっちめればいいのか、社会は、僕だったらですね、そっちに行きません。患者さんが出ないようにやります。だけど結局、今もね、水俣病皆さん水銀と思っておられるけども、それも怪しい。それから、どこの会社が何をやってどうなったかもわからない。今、わからないんです。どうしてかって言ったら、途中で、今と同じなの、途中で、保証しろと。いや、保証はもちろんしていいんだけど、気持ちはわかるんですよ。保証しろって言ってる人の気持ちはわかるんだけど、保証しても、次が出ちゃいますから。だから保証するっていうのと次が出るのを抑えるっていうのは全く別次元のことなんですね。うん、だから、それで会社を縮小もしてしまいました。縮小しても原因がなくならないとダメなんですよね。だから他でも同じことが起こったわけですよ。で、結局こういう場合に我々の目を曇らせるのは憎いとか、あの人は何やってんだとか、こういう悪い人がいるとか、悪いことしたんだからお前ら金出せとかいうような、その本質的な問題ですね。つまり我々自身、我々の子供たちが今後、その安心して暮らせるようにするためには、
真実が分からなきゃいけないんですよ。だから真実を追求するっていうことと、保証金を出すってことは全く関係ないんですね。ですから、水俣のような悲惨な状態を今後作らないようにするためにはですね、やはり日本国民が自分たちが何を言ってるのか。その要するに、今後ああいったパンデミックみたいなことが起こらないように、ちゃんと学問的に根拠のあることをやろうと思ってるのか。例えば、厚生労働省のなんかステートメントがまずいとかいくら言ったってですね、厚生労働省なんてもともと知識があるわけじゃないんだから、そんなところができるわけじゃないわけです。最初からそこのところが力あれば、最初の流行を抑えられるはず。ですから、そこのところがね、この学問と社会がこんがらがった時の一番大きな問題で、我々はですね、ここを冷静に考えて、つまりその人が何をしたいかですよ。要するに人を貶めて、その京都大学が京都大学の教授になった人を辞めさせようという運動ならいいんです。今、小崎さんの言ったことでいいんです。だけど我々は多分この女の人が言ってるのはそうじゃないと思うんですよ。今後、自分もしくは自分の子供たちが困らないようにするにはどうしたらいいかっていう僕は質問だと思うんです。その時はやっぱりそこをやんなきゃいけないんじゃないかと思います。なるほど。はい。わかりました。ちょっとね、フットボールの事件とこれ似てるんですけども、世の中が悪いから世の中を、一番いけないのは世の中が悪いから世の中の悪い人を罰しようって言って罰してもね、また出てくるんですよ。解決にならないんですね。で、世の中が悪いから世の中を改善するというのはこれいい方法なんですけど、普通は30年ぐらいかかるわけです。そうすると、最もいいのは世の中の現状も全部分かって、それで、まあ自分もしくは自分の家族もしくはそういう志の人たちだけでも守ろうとこう、そういう、まあその、なんていうか論理のつながりでいかないとですね、悲惨なことになっちゃう。まあ、世の中のために自分が死ぬっていうことも立派なことなんで別に悪くはないんですけども、ちょっと行き過ぎかなって僕思ってる。ただね、今のこの、今、真実っていう言葉がありましたけど、でも今回のコロナの騒動で言ったらですね、その死者数の数字がもう完全定義が変わってしまったわけじゃないですか。はい、その交通事故で死んでもそこで PCR で検査したらコロナからじゃあコロナ死みたいな、まあ、そこまでは言わないにせよ、でもその死者数。いや、実際そうでしたよ。実際そうでした。実際そうですよね。はい、だから実際そうだけど、それは追求してもね、うん、次を抑えることにならないんですよ。ならないですよね。それはね、まあ、いわば役人の責任逃れ行為に対して、あなたたちは役人で責任逃れしてどうしてんだっつって個人を責めてるようなもんなんです。そうですね。どうしたらいいんですかね。その、まあ、感情論というかね、まあ、そういう、もうデマを言った人たちを攻撃しがちではあるんですけど、じゃあ今後社会を正そうとしたときには、そのどういう、学会活動がなぜまともに行われなかったのかっていうとこから行かなきゃそこですね。現在でも学会活動ほとんどないですよ。わかりました。ほとんど学会活動がコロナがこういうふうになったのかどうだったかっていう、それは事故のことですから全然バンとかそういうのに関係ない、政治にも関係ないですね。つまりもう終わったことに対して学問としてどう考えるかっていうことですから自由なんですよ。それがなぜ自由じゃないのかって、そこをつかなきゃダメ。わかりました。はい。じゃあね、はい。ぜひ、まあ参考になるかわからないですが、まあそういうね、学会活動が自由なね、まあその学者の根拠を基づいたですね。いや、パンデミックみたいなやつは学問以外に解決手段がないんですよ。はい、そうです。みんなで宗教で祈れば病気にならないとか、そういうんだったらそれはいいんだけど、そうじゃないからね。だからその学問で動いてるものを学問以外で直すってことはできないんですよ。僕が学者だからそういうんじゃなくて、はい、精神的なものは精神で直せるし、宗教で直せるやつもあるけども、学問はやっぱり学問じゃなくて直らない。ということで、はい、わかりました。ありがとうございます。幸せ砂時計ではメルマガを配信しています。メルマガでは登録者限定の動画プレゼント、YouTube ライブやイベント情報などをお届けします。概要欄の URL をクリックして、ぜひご登録ください。